カナダでは勉強してるんですけど、まあ、いろいろとベガ人のことをお聞きしたいということなので、私の方が、この限り以外。ぜひ本日、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。どうも、はじめまして。では、私、気仙沼に住みます芸人でやってきました、気仙沼ペイと申します。よろしくお願いします。私、大吉水産有限会社、第81大吉丸の所有しています、ライダーです。よろしくお願いします。私は本当に、メガジキのことを、本当に、知らないというか、来たばっかりなので、いろいろ教えてほしいというのがありまして、ぜひよろしくお願いします。分かる限り努力いたします。全然本当に、まずその、簡単な歴史と、それからその肉質とか他のメカジキ、他の水揚げするやっぱり気仙沼産のメカジキはこういう違うんだというのを教えてもらえると。これはメカジキはまだまだローカルショップでしょう、はい、ね、ローカルショップだけど、ここ日本でやっぱり気仙沼といえば、加藤さんはということですけども、 85% は気仙沼魚種場に当たるんですよね。ですから、ね、ローカルで馴染みのないカジキだけども、この阿部町長さんのね、社長さんはじめスタッフがなんとか、メカジキブランドということで、これ気仙沼市も含めてですけども、始めたんですよね。ただ気仙沼のメカジキ、やっぱりネームバリューの中で気仙沼っていうね、やっぱり格があるから、そこにね、あとは美味しさ、この10月から3月までが、漁場は違いますけども、美味しいメカジキを、市場に提供できるっていうのが特徴だと思います。大吉丸のメカジキが買いたいとか食べたいってなってるじゃないですか。その現状をどう思ってますか。そうですね。その震災の時ね、新しく作っていただけるということになって、何をするかって、正直メカジキ自体は私自身があまり口にしたくない魚だったんです。あ、そうですか。そもそもが。地元の人はこういうのがメカジキだよと、味と匂いと、それが普通だったんですが、一般の人たちって私もなんですけど。じゃあせっかく作るんだからということで、そうした間に業者の方がこういった設備があるということで紹介させていただいて、それで処理方法を変えたわけです。その僕も少し調べさせていただいたんですけども、やっぱり独自の保存方法じゃないですけども、その取った後にその船の中でその保存の方法がでも他と違うというか、こだわりがあるというのを見させていただいたんですけども、そこは違いますか。もう昔はハワイの上まで行ったんですよ、近海線で。考えられないでしょ。すごいですね。11昼や12昼ぐらいかけてね。近海線って近いところの全体のこう栄養線と同じ状態でね。すごいですね。それぐらいの大丈夫なんですか。大丈夫という言い方は、その物理的に大丈夫なんですか。いや、それでも生で提供したんです。すごいですね。それぐらいの技術があったんです、あったんですか。腐らないでね、ちゃんとそれなりにを、刺身商材になるものと、加工商材と分けますけどもね、その、もう考えられないでしょ。巨匠が10昼や11昼やまた走って、はい、だから日付変更線を越えて、ハワイの時期ミッドウェイ近くまで行って生で持ってくるって、その気仙沼でね、考えられない。それぐらいの、僕でも分かりますよ、考えられない、すごいですね。技術を持った、もう船の、そうなんですよ。それ他の、とこではないでしょうね。これぐらいの技術を持って加工をして、加工じゃないけども、そういうふうにね、考えられないでしょ。だって十昼や十一昼やだよ。いや、でもそれが食べられるのが気仙沼でしかないというか。そうですね。そういうのはあるんですね、やっぱり。でもここに来て食べてほしいっていうのもありますし、
もっと市場も拡大して、いろんな人に食べてもらいたいですね。そのぐらいプライドがあるってことは。食べていただきたいです。うん、なるほど。だから食べていただきたいです。だからもうぜひね、ね、まあ、月に1回しか、ね、入庫しませんけれどもね、うん、まあ、その時は、うん、阿部長さんの海の市でね、はい、キャンペーンなり特売ボードでしたいと思いますので、そうですね、ぜひ協力いたしますので、ペイさんも頑張って、おいしさ、はい、ね、そうですね、本当にね、うん、東京の本当に高級料亭さんなんかもね、こんな目かだったなってことでね、うん、お付き合いね、はい、させていただくっていうこと、はい、だから自信持ってね、うん、これから、はい、ね、メカ好きを、うん、打っていきます、頑張って、はい、いただきたいと思います。どんどん発信していきますので、はいはい、まあ、やっぱり魚も芸人もネタが命ということで、はい、頑張っていきたいと思いますので、今日は本当に嬉しく、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。